はい、どうもです。今日はね、どこに来たかと言いますと、僕もよくわからないんですけど、銃を試し撃ちできるというね、ところに今来てるんですけど、僕何回かサバゲーをまあしたことあるぐらいで、そんなにもうほんとめっちゃうまいわけじゃないんですけど、さらなる向上のためにちょっとね、シューティングやろうかな、シューティングやろうと。シューティングとね、まあここでちょっと注意点ってのがあるんですけど、僕も今日はほんとね、試し撃ち場にね、来て初めてしたんですけど、撃つんですけど、撃つ時に周りにその人がいないかっていうのをちゃんと確認して、撃つ前に必ずそのこうやって撃ちますっていう風にこうやって声をかけて、バーターゲットのあれがあって、はいはい、もうこれ当てる、全部当てて倒していくっていうやつ、はい、で、このあれを踏んだら起き上がるというエアーで、今からあのショットガンなんですよね。ショットガンをちょっと行ってみたいと思います。撃ちます。はい。確認してました、ね。まあでもちゃんとね、この黒丸の方にやっぱり収まってるんで、まあ。やっぱあるもんあるね。ありますね、ドライヤーがちゃんとね。まあでもその寒さにすごい弱くて、ドライヤーで温めないと、ちょっと温めない、ね、そう。もう温めんかったら打てないっていうこともあったりするから。そうなんです。そう。ね、これからちょっとミニルールみたいな感じで、はい、まあ弾は多分40発ぐらいしかそれ入らなくて、そうですね、で40限られた弾の中であのこの的をターゲットを狙っていくっていうルールで、まあ、僕もちょっと感動感でちょっと後ろから参戦しようかな。ゴーゴー発射。撃てない、想定よりは。ゴーゴーゴー、撃て、狙ってよ。お、やりましたよ、全部やりましたよ。行きます。はい、スタート。すげえフォーエクスじゃん、すげえフォーエクスじゃん。見ましたか今、全部一発一発で全部いったね。すげえ、初めてですよ、これは。これなんていうんですか、ダーツだとハットトリックだよ。いや、特になんもないと。すげえ、でも全部一発でパン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 6発でしてもらいました。やったの、すげえ、楽しかった。腕を上げたんですか。そうだね、これでもこれでもどんな人もね、これでもあの免許改善で、今日の講習はこれで、そうですね、終わります。よっしゃよっしゃ、いいですかこれで。なんか最後に一言。そうですね、ちょっとなんか女性の方とかね、やっぱあの
初めての方とかちょっとやっぱサバゲーってちょっと抵抗があると思うんですよ。やっぱ男の遊びみたいな、うん、あると思うんですけど、なんかその心ね、その店長さんも言ってられたんですけど、ちょっと弾速を抑えてやってみようかなっていうふうに、ね、さっき言ってたんで、やっぱそれはやっぱその女性とか子供向けのゲームもこれから多分あると思うんで、やっぱりそのね、その岡山のサバゲーを盛り上げていきたいなと思うんで、本当にもう皆さんぜひサバゲーをねやっていきたいなと思うんです。本当いいですか。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。